手紙を届けてもらいたい。手紙？おい、おい、なんでやるか！どうしたものだ！宛先は煉獄、帰れずの森の奥、転生ダート。ストライクワールドの未来を背負い、ダートを探す旅に出たオラ様だが、任務達成を前に命運尽き果てようとしていた。拾い食いなんかするからでしょ。見て、かかったよ。今夜はごちそうね。お前たちはゼフォンとスルガトであるな。瞑想中、緊急事態であるぞ。に邪魔しちゃダメだって固い言いつけなんだ。手紙は僕らが。そういうわけにはいかないである。ルシファーは何か言っていたか。何も。オラ様に手紙を渡すと、お空の彼方へ行ってしまったのである。たどり着くとは、よかろう。軽い余興だ。この地図まだ不完全だけど、私たちが今いるのがここ。ゴミ捨て場みたいね。そしてずっと上の方に巨大な熱源反応と生命反応がある。転生たちか。きっとビナーもそこに。ルシファー、ルシファー、勝手な真似はよせ。私の判断で動くと言ったはずだ。ここから離れよう。 あ, 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 あ
行って。どうぞ。大丈夫、すぐに追いつくから。そうやってお前に願いを請うた。ビーナ、なぜ俺の愛を受け止めない。私たちの使命を忘れたのですか。決めているのだな。だったら俺が自由にしてやるぞ、ビーナー。神がそれを定めたのなら、俺は神をも滅ぼす。お前を手に入れるためならばな。やめろ。あの監獄で俺の魂は死んだ。空も星も海もそよぐ風も神のもたらす恩恵はただの塵と化した。そして全て消え去れ。それが俺のただ一つの望みとなった。泣ける話だ、ルシファー。付き合わされるこちらの身にもなれ。あまり長引かせるな、ネザク。分かっている。Yeah!
余興は終わりだ。